今回の問題、構成ドリフトとは本来同じ設定の機器で何々が発生することを表します。アンシブルは構成管理サーバーから各ネットワーク機器に設定を送る何々型の通信を行い、何々をインストールすることなく利用することができます。パペットはネットワーク機器から構成管理サーバーに設定を取得しに行く何々型の通信を行います。何々をインストールして利用する必要があります。シェフはネットワーク機器から構成管理サーバーに設定を取得しに行く何々型の通信を行い、何々をインストールして利用する必要があります。ネットワーク機器は何々に対応している必要があります。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。構成ドリフトとは本来同じ設定の機器で設定の差異が発生していることを表しています。アンシブルは構成管理サーバーから各ネットワーク機器に設定を送るプッシュ型の通信を行います。アンシブルの場合はエージェントをインストールすることなく利用することができます。パペットはネットワーク機器から構成管理サーバーに設定を取得しに行くプル型の通信を行います。パペットはエージェントをインストールして利用する必要があります。シェフもパペットと同じくネットワーク機器から構成管理サーバーに設定を取得しに行くプル型の通信を行い、エージェントをインストールして利用する必要があります。なおシェフを利用する場合はネットワーク機器がシェフに対応している必要があるので注意が必要です。お世話になっております、マサルです。今回はネットワークの自動化と構成管理ツールについて一緒に勉強していきます。ネットワークの規模が大きくなると一台一台操作するのが大変になってきますし、管理業務も大変です。そこで役に立つのが今回勉強するネットワークの自動化と構成管理の技術です。まずはネットワーク自動化としてプログラミングが必要なのかという話と REST API について勉強します。その後に構成管理ツールとして Ansible、Puppet、Chef について一緒に勉強していきましょう。それでは始めます。冒頭お伝えしたようにネットワークの規模が大きくなると管理者の負担が大きくなります。そこでネットワークの自動化を行い、管理者の負担を減らすための技術が開発されています。ではどのように自動化するのでしょうか。その方法というのがプログラミングを使って自動化する方法です。わー出た、プログラミングやったことないと思う方も多いかもしれません。ネットワークエンジニアもプログラミングをやらなくちゃ仕事ができないのかなと思う方がいるかもしれませんが、一つの参考としてのお話なんですが、私はプログラミングの知識がなくてもネットワークエンジニアとしてやっていくことができていました。個人的な感覚にはなりますが、ネットワークの自動化を行っている現場まだ少ないように思います。なので構成管理ツールを使う現場に入る予定があったり、もともとプログラミングが好きという方は勉強してみて、それ以外の方は試験対策としてまずは基本的なプログラミングを勉強するぐらいで大丈夫だと思います。ただこれからの時代を考えていくと、義務教育でプログラミングを学ぶ時代になっているので、基本的なプログラミングはエンジニアとしてできた方が良いと思います。ではちょっと前置きが長くなりましたが、ネットワークの自動化でよく利用される REST API について勉強していきたいと思います。これまでネットワークを制御するためのプロトコルをいろいろ勉強してきました。それぞれの機器がプロトコルを使って情報を交換したりしてネットワークを構成していましたね。ネットワークの自動化を行う際にはプロトコルではなく API を利用します。プロトコルと API は何が違うんだろうと疑問に感じる方もいるかもしれませんが、基本的にプロトコルも API も同じような動きをするものだと思ってください。プロトコルは異なる通信機器間で通信をするためのルール、 API は異なるソフトウェア間での通信をするための機能と言われることがあります。このようにお互いが情報を伝え合って通信をするという点では両方とも同じです。そして API としてよく利用されているのが REST API という REST という設計思想にのっとって作成された API です。 REST の設計思想というのはクライアントサーバー構成であること、ステートレスであること、キャッシュの可否が制御できること、標準化されたインターフェースであること、階層化されたシステムであること、コードオンデマンドであること、これらで定義されている条件を満たすものが REST API と呼ばれます。いろいろ書いていますが、全てを覚える必要はありません。REST API というのは、複雑にならないようにこのようなルールにのっとってシンプルに作りましょうという設計思想だと思ってください。
そしてネットワークの自動化にはこの REST API を API として利用することが多くなっています。ここからは構成管理ツールについて勉強していきます。ネットワークの規模が大きくなると管理者はネットワーク全体を管理するのがとても大変になってきます。そこで構成管理ツールを使うという選択肢があります。構成管理ツールを使うと各ネットワーク機器を管理者が意図した状態に保つことができます。例えばネットワーク機器に設定変更をする場合、構成管理を使わない従来の方法がどうだったかというと、対象機器に1台1台ログインして設定状態の確認、状態が確認できたら設定変更コマンドを実行、設定ができたら対象の機器の中で設定を保存、さらに設定した状態の設定ファイルを別のファイルサーバーなどに保管する、このような工程が必要でした。ネットワークの規模が大きくなると1台1台にこの作業をしていくのはとても大変ですよね。1人ではできないので複数の管理者を用意して作業したりすることもあります。ただもし管理者間で情報連携ができていなかったり作業漏れが発生すると、構成ドリフトと呼ばれる本来同じ設定がされているはずの機器で設定の差異が発生することがあります。こういった問題を解決するための一つの選択肢が構成管理ツールです。構成管理ツールを使うと各機器の設定ファイルを一元管理することができます。管理者は構成管理ツールで設定されている設定ファイルに対して設定変更を行い、構成管理ツールが各機器に対して設定変更を行います。このように構成管理ツールをうまく使うと設定情報が一元管理することができているので、構成ドリフトが発生している場合などにも早く気がつくことができます。では具体的に構成管理ツールがどのようなものがあるのか例を見ていきましょう。代表的な構成管理ツールは Ansible です。 Ansible は Red Hat 社が開発しているオープンソースの構成管理ツールです。構成管理サーバーから各ネットワーク機器へ SSH などを使って設定を送るプッシュ型の通信を行います。各ネットワーク機器にはエージェントと呼ばれるソフトウェアをインストールしなくても利用することができるので、エージェントレスで利用することができます。構成管理ツールを実行しているサーバーの中で各ルーターに設定したい項目を用意しておくと、この設定内容を各ネットワーク機器へ反映させることができますし、設定内容を一元管理することで各ネットワーク機器の設定状態を意図した状態に維持することもできます。例えば Ansible を使わずに別の管理者が手動で設定変更を行った場合、そのような場合でも設定変更された情報が Ansible サーバーに送られることになるので、設定の差異が発生していれば構成ドリフトが発生しているといった内容を管理者に通知をすることもできます。そのような機能もあるので管理者が迅速に対応することができるようになります。次はパペットです。パペットはパペットラボス社が開発しているオープンソースの構成管理ツールです。ネットワーク機器から構成管理サーバーに設定を取得しに行くプル型の通信を行います。ネットワーク機器にエージェントをインストールして、ネットワーク機器側から動いてパペットサーバーに設定情報を取りに行きます。このプルの動きが必要なのでパペットはエージェントモデルです。最後はシェフです。シェフはシェフ社が開発しているオープンソースの構成管理ツールです。パペット同様、ネットワーク機器から構成管理サーバーに設定を取得しに行くプル型の通信を行います。そのためネットワーク機器に対してエージェントが必要です。さらにシェフの特徴としては管理対象の機器がシェフに対応している必要もあります。シスコの機器はシェフに対応しているものが少なく、シスコの構成管理にシェフはあまり利用されていないようです。それではここまで代表的な構成管理ツールを3つ紹介しました。一番覚えておきたいのはアンシブルです。アンシブルが構成管理ツールとして一番後発なんですが、先に開発されていたパペットやシェフの足りないところをうまく補って使い勝手を良くしている構成管理ツールを利用する場合はアンシブルを採用している現場が多いようです。それでは今回のまとめに移る前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティみんなの勉強部屋を運営しています。これまでは登録に Twitter アカウントが必要でしたが、メールアドレスでの登録、各種 SNS アカウントでの登録もできるようになり、とても参加しやすくなりました。コミュニティに入ると月 2,3 回のオンラインクラスだけではなく、定期的にオフラインのイベントなども行っています。コミュニティにはネットワークをこれから勉強していきたい方や、すでに CCNA 取得済みの方、様々な人が参加してくれています。一人ではなかなか勉強が続かないという方はぜひコミュニティを活用してみてください。興味を持ってくださった方は
参加 URL を概要欄に用意しています。ぜひご覧ください。それでは今回のまとめです。構成ドリフトとは、本来同じ設定の機器で設定の差異が発生していることを表します。アンシブルは構成管理サーバーから各ネットワーク機器に設定を送るプッシュ型の通信を行います。アンシブルの場合はエージェントをインストールしなくても利用することができます。パペットはネットワーク機器側から構成管理サーバーに設定を取得しに行くプル型の通信を行います。パペットの場合はエージェントをインストールして利用する必要があります。シェフもパペットと同じくネットワーク機器から構成管理サーバーに設定を取得しに行くプル型の通信を行います。プル型の通信を行うのでエージェントをインストールして利用する必要があります。シェフの場合はネットワーク機器がシェフに対応している必要がありますので、シスコの場合はあまりシェフは利用されていないようです。一番理解しておきたい構成管理ツールはアンシブルです。アンシブルが一番よく利用されているようです。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。